ですね、縄文方面入り口ダート、あ、ダートだ。いやーダートか。まあ、めげずにですねダートを進んでいきます。縄文トンネルっていうと心霊スポットとしてかなり有名なところです。戦時中に犯罪者とかそういう人たちは強制労働させられたっていうことで、トンネルから今でも人骨が出てくるっていういわく付きのトンネルですね。まあ、幽霊も怖いですけれども、こういうところで一番怖いのって幽霊よりもクマですね。私クマが一番怖いです。結構クマね、クマに殺されたっていう話ねよく聞きますからね。絶対幽霊よりクマの方が怖いですよ。私確信持ってますねそれは。しかし何もないところですね。明治の大昔にこんなところでトンネル掘りをさせられた人たち、ここに連れてこられた時の気持ちってどんな感じだったんでしょうかね。多分その頃から風景変わってないでしょうねこの辺ね。今も昔も人間の住まない土地です。うっそうと木が生い茂っておりますけれども、この先に目指す縄文信号場があるんでしょうか。結構長いダートですねこれね。よくやるよな俺もな。ただ縄文信号場だってね、いつ配信になるか分かったもんじゃないですからね。あるうちに行っておかないと一生行く機会がないかもしれませんから。いや本当にクマ出るんじゃないのこれ。クマ絶対クマ出るよこれ。Thank you.
そろそろ縄文信号場が見えてきてるので良さそうなもんなんですけどね、まだ着かないんでしょうか。すごい心配になってきましたね。これ右側が崖になってるんですけれども、落ちたら命は間違いなくないと思います。うわー、熊じゃないか。ただね、車の試乗動画っていうのが思うように撮れない今ですね、私を支えてるのは現地調査なんですよ。現地を調査する動画、これがやっぱりなかなか再生回数もそこそこいきますんで、この現地調査で頑張っていきたいですけどね。ナビではもうしばらくすると道がなくなるみたいですけれども、まあ、ちょうどナビ上にもですね、縄文信号場の形っぽい線路が見えてきて、ようやく目的地にたどり着けそうです。いやー、全然この運命が行き届いてないところが怖い。それでは縄文信号場現地調査していきます。駅構内立ち入り禁止ですけど、まだここは駅の構内じゃないから大丈夫だよね。まだ大丈夫だろう。ここはだって道路だもんね。見えてきました、ね、縄文信号場が。縄文信号場って結構スイッチバック式の信号場かつ心霊スポットっていうこともあって有名なんですけど、なんていうんですかね、その作業員の詰め所っていうんですか、そういうのもなんか見当たらないですし、なんかですね、いろいろな意味で不安な気持ちになりますね。使われなくなってから長い年月が経ってるっていう話も聞いたことはあるんですけれども、あの信号機に取り付けられたこのバツマークがですね、なんか怖いですね。熊出没中の看板あります、まあ、当然ですよね。私もですね、一番警戒しているのは熊です。幽霊ではなくて熊、熊を一番恐れています。
こまで行くと、なんか作業員の詰め所みたいなものがありますね。今ですね、なんかトンネルっていうか、この信号所の奥の方から声みたいなのが聞こえたんですけど、鳥の声ですよね。やっぱり熊の声じゃなければいいわ。もう熊がいなければ、熊さえいなければ生きては帰れると思うんだ。まあ線路内は立ち入り禁止なんで、こっから先には進みませんけれども、信号場で、この一段下がった向こう側に多分西京区線の本線があるんだろうなと思います。こっち側は何なのか、こっち側にも線路が昔あったんだろうか。そういうわけでもないのか。人は夜にこの中入ったりするんでしょうけどね、まあ、私はですね、おとなしくここで撤収します。こういう時後ろ振り返ったらダメなんだよね。心霊スポットに来たっていう、縄文トンネル自体はまだ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 っていうか、結構まだ先の方にあるんで、全然心霊スポットからは距離はあるはずなんですけどね。草やぶの中にもよく見ると線路があるんですよね。今は使われてないみたいですけど、なんていうか廃墟というか廃信号場というか、そういう感じのところです。幽霊と熊どっち怖いかな。やっぱり熊だよな。やっぱり熊の方が私は怖いです。自分の車が見えてきましたね。とりあえず
今日は帰ります。それではまた。